新聞配達中におむつしたよちよち歩きの赤ちゃんと鉢合わせた。まだ暗い道の中、手を引かれるままあるマンションへ行くと妊婦さんが倒れていた。産気づいて激痛のあまり階段から足を踏み外したらしい。すぐに救急車を呼んで職場に連絡、救急車と同時に。仲間に残った仕事をバトンタッチした。妊婦さんはあったけど赤ちゃんの準備がしてなくて。旦那さんも出張中で許可を得て部屋を漁った。赤ちゃんのおむつに着替え、離乳食、おやつ、保険証。子供医療受給者証、保育園の手帳、病理保育先のファイル。お薬手帳、お気に入りおもちゃ、緊急連絡網、ガスの元栓確認。銀行カードなど貴重品、スマホの充電器。キャリーケースに詰め込んで病院まで届けたら、元気な赤ちゃんが生まれていた。おむつした赤ちゃんは疲れてお母さんと寝てて。気がつかなかったけど足の裏に怪我をしていた。まだおむつしてる赤ちゃんにあれだけの行動力があるとか、本当にびっくりした。妊婦さんも助かってよかった。すごい話だな。赤子なのに、どんだけ知恵があるんだよ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。